整などをしています。8、9年ほど前に YouTube のアカウントには登録してたんですけれども、久しぶりに触ると昔のシステムと今のシステムの変更などがいろいろややこしかったので、新しいアカウントを作ることにしました。Hello, my name is Hanon Satomi. I have been making a doll clothes. I created a new account on YouTube this time. 以前のアカウントでは袖付けの短い動画などを上げてましたが、リニューアルをしたいなと思ってたので、今後はこちらで動画をいろいろ上げていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。今回はですね、3年ぐらい前に発売されたドールソーイングブックハノンをご紹介します。この3年の間にいろんな国でも発売されていまして、それを見比べたいと思います。まずは日本ですね。購入してくださった皆様ありがとうございます。これが発売した時は東京の手紙社さんで個展をさせていただきました。この本の内容は3つのサイズの違うドールの型紙が載っていて、それの作り方を詳細に説明しています。気になる方は Amazon や楽天ブックスなどで発売してますので、よろしくお願いします。中はこんな感じで、プライスやミディプライスが載ったりとか、あとはもう一つサイズが違うユノアクルスのグラビアのページがあって、たくさんの写真と説明がついた、で作り方がたくさん載ったページが続いています。続いて台湾バージョンです。中が、中は全部日本と同じで向こうの言葉に翻訳されています。ただ、日本バージョンと違って表紙とかがこう一体型になっています。なのでこちらは日本バージョンなんですけど、日本バージョンは帯になっていて、めくると実はここに落書きがあったのですが、それが台湾バージョンにはありません。台湾にも大きなドールのイベントが年に何回か行われてまして、今年は5月に行ってきました。ですね、そのレポートを今月発売のドーリードーリーで掲載してますので、よかったら見てください。これは前のドーリードーリーなんですけど、こんな風にイベントのレポートとか旅をしている写真とかを載せてレポートをしています。この時はモスクワのドールのイベントにも参加してきました。モスクワなんですけど、あるお店さんが私の本を、それもこの台湾バージョンをたくさん仕入れて販売してくださってるみたいで、モスクワではこの日本バージョンより多分台湾バージョンの方がたくさん出回っているみたいです。モスクワもなんかすごく今ブライスが盛り上がってて、テディベアのコンベンションとかでもブライスドールを飾ってる人とかも多いみたいです。2年前よりも今の方が
名称はすごく盛り上がってるみたいです。これは韓国版のドルソイングブックです。でこちらは帯はついてるんですけども、後ろに落書きは残念ながら入ってません。でもなんとここにシリアル番号がついてます。私は0番いただきました。で韓国は、ドールショーのようないろんなイベントがたくさんあるんですけども、いつもプロジェクトドールっていうイベントの方にお世話になってまして、今年は1月に行ってきました。来年も誘っていただいてるんですけど、ちょっと今忙しくて断ったので、また機会があれば行きたいと思います。最後にこちらは2019年10月に発売された欧米版です。欧米なので北米やとあと一部のヨーロッパで発売してくださっています。表紙は違ってタイトルもタイニーワードローブになってます。で中身が実はちょっとブライスが掲載できなくてですね、チェリーちゃんになってます。で来年2020年は、デトロイトで開催されるみたいです。ちょっと私は行けないんですけども、行ってみたいですけど。話がそれてしまいましたが、ドールソーイングブックが出て3年ぐらい経って、世界中の人から次の本はまだなのって結構聞かれるんですけども、いろいろと頑張ってますのでお待ちくださいませ。で長くなりましたが、これからもちょっといろいろ縫ってる作業してる動画とかもたまにアップしていこうと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。